アンディ、I need a new job。 ん？どうしたの？転職を考えているの？何？今の仕事が嫌になったとか？ニートじゃないよね。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃ、早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで、今回は、冬のメープルロー村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、メープルロー村に出発。メープルロー村に到着。雪だ、雪。夢の世界へようこそ。あなたは今、メープルローという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のメープルローの世界をご堪能遊ばせ。このメープルローって、なんかネットとかで、翻訳をかけたら、モミジって出てくるんやけど、でも、この、メープルローファームっていうのがまあ外国にあって、それはなんかクリスマスツリー農園なんよね。で、多分、まあ、これ雪も降りよるし、時期的に多分クリスマス系の方やと思うけん、まあ、もみじではない。まあでも、もみの木？クリスマスツリー。まあ、なんかそういう感じの村ということなんやろうね。これ服かな？中身。あ、服や服。赤ボンボンニット帽。どっちが、なんかあっち側にもあったよね。どっちが女の子用かはわからんけど、とりあえずもう取った方を着替えよう。はい、こんな感じでじゃーん。いいね、いいね。冬にしてはちょっと、薄毛な気はするけど。ここのは一体何やろ。手に持つやつかな。とりあえず真ん中のを取ってみた。黄色いスティックライト。イエーイ、これで明るく照らすぜ。何も変わらんけど。まあでもなんかちょっとクリスマスっぽい感じはあるんじゃないかなと。はい、それじゃあちょっと一軒目の家に行ってみよう。なんかね、これ、クリスマスの時期に咲く花とかもそうなんやけど、この村はなんかめっちゃ全体的に赤い花ばっかり咲いてあってすごい綺麗。緑と赤といえば、まあ、クリスマスって感じするもんね。はい、それじゃあ一軒目、お邪魔します。あれ、ポインセチアとかが赤なんかな？お、お邪魔します、どうも。ショップファースト、スリープレイター。店を開けるのが早いから寝るのが遅いってこと？このお店の人ってことかな？果物屋さんや、果物屋さん。なんか、レジ二つあるね。なるほど。カウンター自体なんか二つある。ほい、それじゃあ左の部屋へ。ん？左側は、ペットショップ？あ、ペットショップか。かわいい！何気にこういうペットショップとかってさ、なんか再現される中にあったことないよね。あったかな？なんか、なかなかないよね。え、かわいいんだけど、普通に。めっちゃ可愛いんだけど。これハムスターやろ？ハムスターと、まあ、この辺、ワンちゃんがおって、で、まあ、猫。で、まあ、この辺は、海系。海系、川系、魚とかそういうのね。あ、虫はおらんねやね。カエルとかおるけど。で、真ん中に鳥と。え、可愛い。いいね。で、この辺ペットのグッズってことかな？うん、うん、うん。通れる？びっくりした。当選もされてるかと思った。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、奥の部屋は、花屋さん？植物屋さん。花屋さんっていうほどなんか花も咲いてない。ねえ、観葉植物屋さんって感じかな。なるほど。
観葉植物だけをこうやって専門的に扱ってるようなところをあんまり見たことがないけんあれなんやけど、全体的にホームセンター的な感じ、果物とか、あ、でも三着市場みたいな最近ホームセンターあるけんね。そういう感じかな。はい、それじゃあ、右の部屋へ。あ、右側は、おもちゃコーナーやおもちゃ屋さん。なんでもあるね。あ、なんかこういうの面白いかも。コンポをカウンター代わりにして、中に店員さんがおるっていう。なるほど。かわいい。なんか女の子向けのおもちゃの割合が高いね。まあでも最近は結構ね、まあ、この辺やったらあれか、男の子でもいける感じかな。まあ、この辺も男の子でも、ちっちゃい頃とかはね、なんか人形遊び好きな子とかは結構おると思うけど、私も小さい頃はなんかリカちゃん人形とか、ジェシー人形、ジェニーとか、ジェニーちゃんとか、いろいろ持っとったし、セーラームーンの人形とか、着せ替えめっちゃさせよって、で、それプラス、なんかトミカとか、こういう汽車みたいなのとかも持っとったけん、どっちもよね。どっちも。はい、そして、あ、もしかして、あ、これちゃんと案内板になっとる。見える？これ。これ奥、植物。で、これ左側が、これ左側何のマーク？ちょっとマークわからんけど、でもペットのはずよね。で、これ真ん中が食料品。なんかリンゴみたいなマークになっとる。で、右側が多分あれ、ロボットとぬいぐるみの絵が描いてあって。ってことは、2階は服ってことかな。地下は、ゲームセンターは？かな？多分、予想。はい。じゃあ多分、服屋さんのはず。あ、ほら！ね。服屋さんあっとった。すごい、ちゃんと細かく、あっこできっちり書いてくれとんやね、案内。いいね、いいね、いいね。やっぱ服は、な、どうしたの？なんで隅っこにいるの？え、なんかこれ、もしかして洋服屋さんの片隅でちょっと、展示会みたいなのやってる感じ？え、そういうこと？これなんて書いてんやろ？あ、フィッティングルームって書いてる。あ、なるほど、なるほど。あ、そういうことね。ここで、試着をすると。扉がついてないけん、なんかと思った。あれ、試着室の家具普通になかったっけ？あるよね。まさかのあれを使わないパターン。はい、そして多分地下はゲームセンター。はい、やってるー。なんか暗いな。ちょ、なんか、怖い感じするよね。絶対なんか、子供たちだけでは来れんような。まあ、でも子供たちだけで来るのはあれか、もともと時間が限られとったりとかするんやっけね。10時ぐらいまで？そんなにおれるっけ？ちょっと覚えてないけど。ちょっと覚えてないけど。あ、確かにこれゲームセンターってさ、カウンターの後ろのとことかに、こういうなんか景品とか置いとるよね。あれは、くじ引きとかの景品ってことなのかな？なるほど、なるほど。最近ゲームセンターどこもめっちゃ明るいしね。明るいとこの方がいいよ。ほい、それじゃあ、2軒目の家、あっち側やね。じゃ、対になる位置に。あ、どうも。アンディ。I need a new job。ん？どうしたの？転職を考えているの？何？今の仕事が嫌になったとか。ニートじゃないよね。え、違うよね。もしかして今のが、サンタさんへのお願い。え、銭湯やん、銭湯。え、銭湯で働いてるの？別に嫌なことなくない？ケーキ屋さん？別に銭湯なわけじゃないんか。普通に、足拭きマット的な感じでここに置いとるだけ。あ、そういうこと？何のマークか気にせずに使えるだけだから。なんかそんな気がしてきた。え、それか、お風呂上がりにケーキとか？ちょっと、左の部屋へ。はい、左側は、何ここ？え？え？何ここ？なんか、一応、
ね、子供向けのプレイルームみたいなものは存在しとるけど、ロボットカフェか何かですか？そういうところがあったりするんかな？それとも理想？みたいな感じ？なんか面白くはあるけど。ね、面白くはあるけど、ちょっと怖いね。はい、そして奥の部屋へ。あ、なんか、ドクロの旗が掲げてあったけん、なんかと思ったけど、海賊カフェみたいな感じかな。この辺、ここはもうなんか全体的に何かしらをモチーフにしたりしとるカフェとか食べ物屋さんが集まっとる家ってことかな。なるほど。え、私こっちがいい。こっちがいい。バイキングカフェみたいな感じ。え、いいやん、いいやん。超いいやん。何を食べさせるやんかはちょっといまいちよくわからんけど。なんやろ。何パンあれ？豆？なんかブツブツがある。ブツブツ。ほい、そして、これは何？森？めっちゃ森って書いてんだけど。はい、こっちは、何をモチーフにしてるの？ん？全くわからないんだけど。なんか普通にカフェ？普通にカフェ？よね。周り障子やね。和風ってこと？もしかしたら、ま、外国の人が作った村やけん、森っていう文字が関係あるんじゃなくって、森って書いてる、なんかその漢字？漢字であるっていうことに意味があるんかな。もしかしたらそうなのかもしれない。はい、それじゃあ、2階へ。お、2階は、なんか、音楽を聴きながら、ピアノの伴奏を聴きながら、食べることができる。そして、バイキング式っていうことなんやね、きっと。サラダバーとか。いいね、いいね。でも聞こえてくる音楽はカッペイさんの曲なんだけど。なんか雰囲気と、なんかちぐはぐな感じやね。はい、そして地下へ。あ、地下はなんかおしゃれ。ね、すごいおしゃれな感じ。え、いいやん、いいやん、ここ。だいぶいいやん。あ、でも出るのは鍋とかなんやね。意外。あ、なんか出るのめっちゃ和食じゃない？ほら、めっちゃ和食。マジで？こういう雰囲気ってバー的な感じじゃないの？お酒とかさ。え、違うのね。なんか、意外性がすごくある、どこも。まあ、とりあえず、どこも、銭湯ではなかったね。あのマークが銭湯のマークっていう風には別に認識されてないんかな。でもちゃんとそういう風に使っとった外国の人もおったけん。そんなこともない。どんなんやろうね。わからん。ちょっと日本について結構知識がある人じゃないとわからんのか、普通の人でもわかるレベルなんか。もうね、いまいち、そういう部分もわからない。はい、そして3軒目。アレックス。Thank God it's Friday.フライデー、今日は金曜日なの？スチューデント、ん？スチューデントアートセール、フォー、チャリティ。ああ、なるほど、なるほど。学生たちが作ったアート作品をチャリティで売り寄るってこと？チャリティってことは多分この売上金とかは募金とかに回されるってことなんかな。へえー、なるほど。あーってことは Thank God It's Friday 教会とかそういう感じ？個人的な感じかな。神様がどうのこうのっていうし。あ、かわいい。これ子供が描いた絵ってこと？多分そういう感じよね。ここ子供たちの部屋ってことやろ？なるほど。あ、そしてもう、ね、メイク道具とかもあって、そういう、お化粧に興味のある女の子もいると。で、これ多分、おままごととかに使うやつなんじゃないかなと。結構最近のおままごとのやつって、実際に、
なんか本物のキッチンとかと変わらんかったり、本物の掃除機と変わらんかったり。え、てか、あれだよね。私ですら小さい頃って、実際に水を使って洗濯物を洗濯するおもちゃとか、と、小さくはあったけど、こういう実際のキッチンと同じようなキッチンで、なんか、ちょっと温めることができる。まあ、火は使わんけど、ちょっと温めることができたりとか、コンロで。で、あとは蛇口からちゃんと水が出たりとか、まあ、それはもちろん、水道に繋がってるわけじゃなく、タンクの中に水を入れて、なんかその中から出てくるっていうやつやけど。あ、靴箱がちゃんとある。ここは先生が座るところって感じかな。で、見守ってくれると。はい、そして奥の部屋へ。あ、奥では、ここは学校やね。ここに座って、まあ、授業を受けると。なるほど、なるほど。生活するところもあるし、ちゃんと学校のスペースもある。まあ、あの、チャリティーっていうか、ここの学生たちに、まあ、寄付として、なんて言うんやろ。こう買い物をすることによって、この学校に寄付をすることになるってことか。なるほどね。はい、そして、右の部屋へ。あ、こっちも教室や。なるほど、なるほど。こっちはなんか先生、どうしたの先生、教室でハムスター飼ってる。まあ、でも小学生の時は、あったな、そういうの。確かになんか、教室の後ろで、リス飼っとったりとかしたわ。結構ね、あの、なんか誰かしらが、家からペットを持ってきて、で、それをお世話するみたいなね、あったけど。今考えたらよく自分家のペットとか持ってくるよね。なんかちょっと怖くない？別に一回一回持ち帰りよったわけとかでもなかったしな。うん。なんなんやろ、学校で育てるように買ってきよったわけじゃないよね、別に。学校が出しよったわけじゃないし、お金とか。はい、そして、2階へ。お、2階は、あ、これ職員室ってことかな。なるほど、なるほど。職員室ね。なんか、高校の頃は職員室に入っていくのめっちゃ嫌やったけど、小学校、中学校あたりは結構なんかガラって感じで入っていきよったな。失礼しまーす、みたいな。高校ぐらいから結構なんか、入り口のところで、失礼します。何年何組。ん？何？普通か何年何組。なんとかコースの、なんとかなんとかです。誰々先生いらっしゃいますか？みたいな感じで。なんかもうきっちりきっちり言わんといかんかったけど、小学校中学校ってね、まだそういう感じじゃなくって、失礼します。あ、〇〇先生みたいな感じだったんやけどな。急に高校から厳しく。まあ、そういうもんか。はい、それじゃあ、地下へ。しかもきっちり言い終わるまで先生出てこんっていうね。あ、地下は、体育館的な感じ？なんか、用具入れぐらいの感じには見えるけど、でも多分ここあるけんね。こういうのも。多分これが体育館ということでいいのだろう。あ、水飲み場や、水飲み場。こういうの、運動場の端っことかにあった。多分ね、中学までなかったけど、高校かな？高校の運動場にあったんかな？多分。高校の運動場？高校の、違う、中学か。中学やわ。うん。中学校の運動場になんか水飲み場があった、こういうやつ。足元で踏んだら上からピューって出るやつ。やけん、水道からは絶対に飲まないように、ちゃんと水飲み場の水を飲みなさいって言った。ふふ。ほい、お邪魔しましたー。さあ、そして。あ、4軒目あんなところにあるんか。橋の向こう側やんね。こっち側かと思った。こっちだ、こっちだ。なんかもう街全体がすごいクリスマスカラーって感じ。あ、どうも。
アンジー、Here it is。 ここがどうしたんだい。ここに木植えようやね。育つそんな狭い範囲で。はい、お邪魔します。あ、いいね、いいね。ここは普通に一軒家ってことかな。あ、かわいい。ポーラや、ポーラ。ポーラは、あれよね、私の、サブ村の方におる。まあ、私のサブ村の方はね、結構みんな入れ替わり激しくしとるけん。激しくしとるっていうか、基本的に、アミーボカードで呼び出した、ペーターとドレミちゃん以外は、なんか、まあ、おらんなるし、なんか、いつの間にか違う動物が来とったりとかするけんね。何？なんか、左の部屋超怪しすぎない？でもなんか、めっちゃ不気味って石を持ったけど、これは一応、あれよね。アロマとか、そういう癒し効果のものということよね。なんか、怪しいことをしているわけではないよね。なるほど。癒しの空間なんよね。あ、そしてトイレはちゃんと、まあ、一応入り口からは見えんくなったんか。そしてここに、まあ、洗面とかがあると。あ、二つあるんや。なるほど。あ、まあ、お風呂も二つあるしね。はい、そして、奥の部屋へ。あ、奥の部屋。なんやろ、なんかきっちり並んどんやけど。なんか、なに、バー？バーですか？なんかビリヤードとかも置いてあるし。え？なんなの？なんかすごく偉い人がいるの？よくわからないけど。お金持ち？そしてこの絵がさっき入ってくると気になった。なんなんやろ？風景が？なんか綺麗。雪景色かな？はい、そして右の部屋へ。あ、右の部屋は明るくっていい感じ。リビングや、リビング。もしかして大家族？いや、めっちゃお金持ちで大家族やったりとかする？いや、もしかしたら家族じゃなく召使いとか、メイドさんとかが、一緒に食べたりとか、違うかな？すごい施設かよね、ここ。洋食と、和食もあるな。まあ、手巻き寿司ぐらいやけど。あ、天丼もそう？天そば？はい、そして、2階へ。あ、2階は、なんかほっとするぐらい普通の部屋や。ね、なんかこう、お金持ちって感じでもなく、いたって普通の。でもなんかあれはね、ベッドの頭側にあるんやね。雑誌用のラックが。なんか、すごくベッドの周りが、きちってなんか、めっちゃ家具が。あれ上にあるのテレビか。卵型のやつ。寝転んだらなんか見えにくそう。ちっちゃいから。はい、そして、地下。ここ、子供部屋かな？子供部屋にしてはでかい、テレビやけど。ほら、なんか、軽く散らかっとる感じもちょっと子供部屋っぽい感じじゃない？あ、絶対これパソコン取り合いになる感じや。だって、ベッドからして4人は子供がおるはずやけん。あ、じゃあやっぱり普通に、え？子供部屋なんかな？あ、でもゲームとかあるけん、多分そうよね。一瞬ちょっと、やっぱりメイドさんたちで、ここはメイド部屋なんじゃって思ったけど、ゲームは与えんか。でもここでなんか洗濯もできるし、冷蔵庫もここにある。え、大丈夫？引きこもりとか生まれない？ここで。ね、ネット環境も整っとるし。え、だって冷蔵庫はリビングだけにした方が良くない？そしたら絶対出てくるやん。洗濯機も家族と一緒に回せばいいやん。ほら、ここの空間だけで生活ができる風に整えたらちょっとそういう危険があるって。てか部屋に洗濯機やったらびしょびしょになりそう。
こを見渡しても赤。赤赤赤。すごいね、なんか。赤い花だけこんなに集めるのもなんかすごくない？他の色の花とか、だって咲いても撤去しよるってことやろ？あ、これだけはあるんやね。なるほど。まあ、環境が最高の証だから。そこは残しておくか。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ一応、なんやろ、クリスマスではない。まあ冬？ってことなんかな？メイプルロー村。名前は、モミーの木とかそっちの方。まあ一応クリスマスカラーではあったけどね。